2024年身につけるべきスキルは何か、ひとくさんディベート対決。ひとくさんでは広告運用、動画編集、SEO、プログラミングという形で、これから独立したい人、もしくは副業したい人、すでに独立してこれからさらにスキルアップしたい人向けにですね、研修をする事業を行っておりまして、それぞれの責任者に来ていただいておりますので、この4チームでディベートしていきたいと思うんですけれども、軽く紹介させてください。一番端、金田さん、東大からサイバーエージェントに就職して、そこでずっと広告運用をやっていたと。その隣の井上さんが、よくストックチャンネルに出られているサイバーエージェント局長まで行って、この二方でサイバーエージェント現役時代はリクルートっていうクライアントをね、担当していたと。わかる人にわかるんですけども、日本でもトップクラスに広告を使う、広告運用に関して厳しい、そんなクライアント二人がいるチームで担当していたと。日本でもトップクラスに広告運用に詳しいというお二方ですね。で、あそこの二人が、白い服着てるのが青笹、その隣が菊池くん。ここ二人は動画編集道場プロやってますね。今ストックさんで動画編集で結構出世してる人は基本的には動画編集道場プロ卒業生なんじゃないですか。そうですね、そういう人が多いですね。実際に動画編集できるだけじゃなくて、さらに実践的にクライアントワーク含めてですね、できるレベルに引き上げようという、そんなサービスをやってるお二方です。その隣二人、船崎さんと西畑さん。ここ二人はもう SEO のプロ中のプロですね。即さんチャンネルだったりサロンでも見られてる方、ご存知の方も多いと思いますが、船崎がね、アフィリエイトサイトで何億の売却を何度もしていると。とにかく SEO のオタクですね。この二人で SEO ラウンジプロを運営していると。で、最後、加藤くん。加藤くん今何歳だっけ？今24ですね。24で慶応が出て、そのままプログラミング一筋でここまで来たということで、スキルで言ったらストックさんで一番あるんじゃないかという話を動画でしたらですね、他のエンジニアが怒ってちょっとトラブルになるという、そんなおためなエピソードを持っておりますが、そんぐらいプライド高くやっておりますと。テックエリートの運営をやっております。はい、ということで今回この4チームで、テックエリートだけ一人でちょっとあれなんで、僕はちょっと活性しますね。はい、という感じでやっていきたいんですけど、今回何についてディベートするかで言うとですね、見てる人でどのスキルを手に入れようか悩んでる人いっぱいいると思います。僕らそのスキルを手に入れるっていうところにおいては、今こういう紹介した人たちがですね、しっかりと管理監督して育てるっていう事業を今ストックさん道場シリーズでやっておりますので、このディベートを聞いてどのスキルだったら自分に合ってるかなと、実際受ける受けないは別として、ディベート内容を見ながら判断していただきたいなと思います。ということで、ざっくりですね、独立するなら副業するならみたいな感じで、それぞれメリット、ストロングポイントみたいなところを教えてほしいんですけど、まず広告チームから、金田さんからどうですか？僕は広告運用やってるっていうのを抜きにしてもおすすめなスキルかなと思っていて、広告運用は。これはポジショントークじゃないよという前提から入るんですね。どう考えてもポジショントークだと思いますけど。それ拭えないと承知の上ででも言いたいですね。なんでかっていうと、いろいろありますけれど、広告運用特有のもので言うと、例えば広告費の 20% とか、そういった形でフィーをいただけることもあるので、収入の上限がやっぱ他のスキルとか圧倒的に高いみたいなところはあったりしますね。ドリームがあるというか。確か金田さんってサイバーから独立して稼ぎめっちゃ上がって、だけど一旦マネジメントも学ぼうっていうんで就職しましたよね。はい、あ、そうですね。僕らからしたらわけわかんないんですけど、その就職するまでの期間で結構稼がれてましたよね。そうですね、月5、600とかは。しかも1年足らずで行ってましたね、そんなに。そうですね、はい、それはやっぱ手数料ビジネスだからと。そうですね、それがないと無理だと思います。固定30万とか20件とか無理だと思うんで、うん、なるほど、はい、クライアントさえ見つかれば上限なく時給高くいけると。そうですね。井上さんどうですか？同じ見解で、受託でありながら労働主役的じゃないというところが一番の魅力だと思います。一定のレベルまで行くまでは人月で発注されるんですよ。なんでかっていうと、パーセンテージでその出すよりもこちらの言うことを聞いてほしいっていうような形で、その向こうからディレクションされてしまうと人月になってしまうんですけど、逆にその広告主の売り上げをどういうふうに上げるかっていうのをちゃんと立案できて、それを実行できるようになればキービジネスの方に移行できるので、こうなってくるとその一人で月1000万とかっていうのも実際にやっぱりこう実例いますし、これを人月参加でやるっていうのはすごく大変なので、そういう意味で言うと広告運用っていうのはその独立でその稼ぐ情報としてはすごくいいスキルだと思ってます。あんま提案しないようなオペレーター止まりだと毎月30万なんて50万なんみたいなことをされかねないけど、一緒のベクトルで頑張ろうぜっていう信頼を得られたら広告のナンパみたいな感じに切れ替わると。そうですね、やってることがほぼ同じように見えても、いかにこう上流から入れるかで稼ぎの差が一番大きいのは広告かなって。なるほど。オペレーターの需要もあるんです、はい、有効だったりとか。なるほど。なのでそこの硬さもありつつも上を目指せるっていうのがその広告のいい部分だと思う。なるほどですね。労働集約じゃなくめちゃく
ちゃ手数料で稼げると、上限なくて。それが広告の主張でした。次、動画どうですか。動画編集が一番いいのは、まず速記性の高さ。勉強し始めてから初めての1円が稼げるまでがとにかく短いんですね。何かを学んでスキル身につけて稼いでいこうということの一番の壁って、実は案件が見つからないとかじゃなくて、自分自身の挫折だったりとかするんです。結局最初の1円まで行かずに辞めちゃうのがもうほとんどっていう中で、動画編集は最初の1円まで行きやすい、短いと。だから挫折がしづらい。パチンコ台で球が出始めたパチンコ台から離れる人いないんです。出ないからみんな離れていくんですね。そのトークは何回してるんですか。パチンコの例え突然出るもんじゃないでしょ。この汗でね、5、6回やってるんですけど。青笹自体もそうだよね、借金かなんかでやばかったんだよね。そうですそうです、その中でやっぱ動画編集で最初稼げたっていうのが一番でかかったんで、かつポジショントークじゃない率一番高いのと、僕はキャリアが何もない状態から何選択してもいい状態なんです。医師免許を捨てて、その中でわざわざ動画編集を選んでるっていうことなんで、はい、動画編集しかダメとかじゃなくて、動画編集をあえて選んでるんで、ポジショントークではないっていうことも言ってきます。確かに市場の後押しもすごくてガンといきましたもんね。はい、では SEO チーム、動画の方でそういうふうにおっしゃっていただいたんですけど、僕も絶望的な人生の状況から副業で SEO を選んで今ここまで来たみたいなことなんで、ポジショントークのなさ分かってほしいなっていうふうに思うんですけども、はいはい、みんな最初ポジショントークじゃないところから入るんですね。SEO の良さ何点かあるんですけども、まず1点目が契約した後の収入の安定度合いが高いなっていうふうに思っておりまして、 SEO ってやっぱり結果が出るまで多少の時間、半年とか1年とかかかるので、一度その契約いただいたらお客様にもそこの部分理解していただいているので、半年か1年とかってまとまって途中解約みたいなことが、よっぽど不満足であったりとかバリューが出せないみたいなところがない限りは継続するっていう、その安定感の高さみたいなところがまず1個目の魅力かなと思います。 SS のランキング AD とかも紫ってずっとこう安定してるもんね。しっかり仕事してればお客様も理解してくれてるので、長いこと契約が続きやすいっていうところがすごく魅力的かなっていうふうには思います。2点目はですね、意外とその参入障壁が高いので、新しい人があんまり入ってきてる印象がなくてですね、ライバルが増えづらいっていうようなところがすごい魅力的かなと思います。 SEO って一言で言ってもコンテンツもあれば非リンク周りとか、あとは EAT って言われるの概念とか、すごい学ばないといけないことが多いので、一人前になるまでって結構大変だったりするんですよ。でもなってしまえば、ちょっとエンジニアと被る部分もあるかもしれないですけども、競合が増えづらいような市場だったりするので、ちゃんとできる人って少なかったりするので、一度なってしまえば安定しているっていうところがすごい魅力的なんじゃないかなとは思います。確かに安定してるし、今 SEO を選ぶ人ってちょっと渋いよね。華やかなキラキラじゃなくて、あえての SEO、 しかもまだ固まってはないけど、これからチャット GPT が Google の結果でみたいな、 SG 対策っていう新しい市場が出るかもみたいな、ビッグビジネスが始まる可能性秘めてるよね。ここはある意味リスクでもあり、ここで当たったら超でかいよね。 MEO 出てきたみたいな時の感じになりそうだなっていう。 MEO 出てきた時って MEO バブルすごかったもん、ね。うん、そうですね。俺の知り合いだってなんか FC 本部と契約して、加盟店何百店舗一気に MEO 契約するみたいなバブルが起きてる人もいたんで、このあたりSEO の逆風に見えて、実は新しい可能性を秘めてる。 SEO って一部のツイッターだとオワコンなんじゃないかみたいなこと言われることもあるんですけど、検索数って年々伸びてるんですね。要は他のチャンネルがすごい伸びてるように見えているので、割合としてはもしかしたらシュリンクしてる部分あるかもしれないですけど、全体のその検索ボリュームって伸びてるので、これからも重要なチャンネルであり続けるっていうことは間違いないので、うん、他のチャンネルがすごい急成長してるので、 SEO がそんなに伸びてないように見えるんですけど、堅調に伸びてる市場であることは間違いないので、これからも重要なチャンネルであり続けて、かつ競合があんまり入ってこないみたいなところなので、うん、一度身につけたら長く使えるスキルなのかなっていうふうに思ってます。なるほど。クライアントワークっていう意味では全部一緒なんですけど、アフィリエイトっていう意味で言うとね、人と話さなくて済むっていう、コミュ障に優しいよね SEO ってね。昔はそうだったんですけど、今もうアフィリエイトで稼ぐって、もう法人メディアじゃないとなかなか難しいところがあったりするので、うん、今アフィリエイトで SEO で稼ぎたいみたいな人は相当金額のレンジとしてはちっちゃくなっちゃう可能性は高いんですけど、クライアントワークとしてはすごい安定もするし、いいビジネスモデルなんじゃないかなと。法人のドメインが伸びるようになったから、アフィリエイトメディアより法人の SEO の支援みたいなところが需要が上がってるんですね。そうですそうですね。じゃあ最後、加藤君。エンジニア業界ってもう皆さん多分なんとなく分かると思うんですけど、うん、めちゃくちゃ市場でかいし、市場規模は多分一番かなと思ってますと。でその上でエンジニアの深掘り方というか、そもそも平均の所得高いエンジニアベースとして時給高いです。でそれはあるんですけど、さっきあのコープの方だったとか上流下流とかあったと思うんですよ。エンジニアの場合、上流に行けばもちろん単価よくお金稼げるっていうところももちろんあります。そういう方向に行きたい人はそういう方向に行けるっていうところもあります。でエンジニアの場合だとプラスで言語も多いんですよね。だからその言語を追加で持つことによって、より希少人材になってより単価上げるってこともできたりするので、皆さんに本当受けていただきたいと思っているものになってます。3つ来た後の最後だから被らないのむずいよね。そうそうそうやりづらいなと思います、はい、まあまあエンジニアの領域はね、ある意味アピールしなくてもみんな分かってるみたいなところあるから、エンジニアはもう言わずもがなんですよね。安定していて、今僕の知り合いのエンジニアはチャット GPT の出現により、相口ってやつなんですけど、コードを書くのをチャットに
にやらせて、自分はその浮いた時間でゴルフしてるって言ってたんで、そういうことが起きると。だチャットの出現は、実はエンジニアがいなくなるんじゃなくて、エンジニアの時給が上がっただけ説みたいな、効率が上がるというか。そう。っていうことが起きてるんで、エンジニアはめちゃくちゃ確かに。参入障壁も高いしね。高いですね。うん、ちょっとやっぱ勉強がお時間かかるかなと。うんなるほど。ということで、収入、安定性、側近性みたいな感じになったんですけども、まあ逆に物申したいみたいな、さっきこう言ってましたけど、僕らもこうですっていうのがあれば、反論とかあれば教えてほしいですけど。安定性ってところなんですけど、うん、動画編集も結構安定しやすいんですね。っていうのも、1本動画作ってくれっていう発注ってあんまなくて、継続的に発注するんで、クライアント1人見つけたら、そんなに営業に対してストレス感じなくて済むっていうのが結構動画も言えるんじゃないかなと。なるほど。広告はその安定がありながらも高さが目指せるっていうのがあって、はいはい、日本の広告費って、GDP の大体 1% ぐらいなんですけど、うん、デジタルにかける費用っていうのはどんどん上がっていってて、うん、なのでまあその広告費用っていうのは基本的にまあずっとあるものなんですよね、うん、それをどういうふうに使うかっていう話なんですけど、うん、それをクライアントサイドとか自分のその会社の上長が描いた戦略をもとに実行するっていうところのニーズもあるので、うん、いわゆるこうエグゼキューションの部分、そこはなくならない仕事なので、うん、安定してその供給できるかなっていうふうに思っていて、でそこからさらにレベルアップしていくと Fee ビジネス高く取れるので、 Fee ビジネスでやるときはその効果が良くないと切られるんです。よりその効果が出すことができるような代理店とかあるのです。ここはあの競争環境にあるので安定しないことが多いんですけど、うん、ただもう少しその下流の人たちというか、うん、いわゆるこう単価で受けるようなビジネス、ここに関しては根強くオペレーションのニーズはあるので、月にその数十万稼ぐみたいなところで言うと安定性は広告用もあると思います。なるほど。ただ大きく稼ごうとするとそこは競争環境が苛烈になるので、そこは安定性なくて自分がやき続けなくちゃいけない。だから安定してるっていうのは下流だからだろっていう話ですよ広告だって下流だったら安定してるよっていうことですね言われてますよ。 SEO どうすか。 SEO の場合ちょっと逆だと思ってまして、スコープが狭まれば狭まるほど不安定になるようなイメージして、うん、ライターさんって1クライアントだったらいろんなライターさんに発注されること多いので、うん、そこの人たちとやっぱり比較検討された上で発注を継続するかどうかを決めるっていうような構造が起こりやすいかなっていうふうに思うんですけども、上流のコンサルティングサイトの方向性だったりとか戦略の部分から決めますってなると複数社に発注されることないので継続的になるので、上流に行けば行くほど安定感も増すっていうようなそういう構造なんですね。なので収入についても高い人の方が安定してるようなイメージなんですね。広告はむしろ初学者の方が安定してるんで、初学者に優しいと言える感じですね。広告は月5万の広告とかも必ず誰かが入稿しなきゃいけないから、その作業は絶対人件費発生しますもんね。ライティングというか記事とかってクリックゼロの記事ってゴミと一緒だからね、それはいらないってなっちゃうよね。どうすか動画は。ちょっと話がずれちゃうんですけど、うん、今の上流下流っていうところで言うと、うん、動画編集は確かに下流なんですけど、だからこそ副業におすすめしやすいと思っていて、うん、SEO とか広告だと結構数字責任重たいじゃないですか。それが達成しなかった時にやっぱクライアントと揉める可能性は動画編集に比べたら高いかなと。動画編集はある種納品物があるだけなんで、動画編集して納品したら責任を果たせることになるんで、副業でちょっと稼いでみたいなみたいな人は動画編集の方が胃が痛くないんじゃないかなと思いますね。じゃあデメリットもやっぱ言わないと。胃が痛いエピソードないですか、金田さん。ぶっちゃけこれもポジショントーク抜きで言うと、いやポジショントークもう何を言おうがポジショントークだ実際フラットに見て一番胃は痛いと思います。それはやっぱり上があるっていうのの引き換えではあると思うんですけど、常に昨日コンバージョン何件取れたかとか見なきゃいけないお客さんとかもいたりはするので、常にあのこの仕事をしだしてから何かと戦っているような感じがあります、ね、詰められた総量が僕この2人が一番大きいと思います。それはなんで詰められるんですか。クライアントから広告数値の説明を求められるんですけど、そこに対してなぜやるかった、じゃあ今後どうしていきますっていうことをしっかりとこうやっていかなくちゃいけないんですけど、数字責任が一番重いのは広告。なぜならお金かけてるからなんですよ。他はやっぱりこう人件費だし原価っていうのはないんですけど、広告は広告原価で本来はかけたくないものなので、そこに対しての説明責任が重いっていうのが広告ではありますね。実際の意外体ってなると多分 SEO が結構するかもしれない。意外体Google のコアアップデートってものがありまして、うん、これが来るためにもしかしたら自分のアフィリエイトサイトが収益一気にゼロになってしまうところもありますし、うん、クライアントのサイト大丈夫かなっていう、もう全部こう見渡すまで本当に胃がキリキリして、胃の痛さの度合いが全然違うかなっていうふうに思ってまして、まずクライアントさんのサイトって Google のコアアップデートの影響って受けることは受けるんですけど、一気に10分の1になりましたとか、そういったことって非常に受けづらいんですね。正しく SEO をまともにやっていれば、事業会社さんのサイトなので信頼性とか権威性もありますし、サイトにユーザーが訪問した時のユーザー行動がそのドメイン内で完結するんですよ、うん、っていうこともあって評価がそんなにブレづらかったりするっていう仮説があるんですね、はい、僕の中で。実際弊社の方で支援させていただいているようなお客さんのサイトも、うん、バンって大きく落ちることってそんなになかったりするんですよ、はい、一方で自社メディア事業、うん、アフィリエイトサイトの事業も結構やってるんですけど、ね、そっちの方は本当に胃が痛くて尋常じゃないと思いまして、はい、それこそ先月一時的にはあるんですけども、月の利益が500万ぐらいはなくなるぐらいの水準で落ち込んだっていうのが 2,3 週間続いたみたいなところがありまして、はい、慰めて飲みに行ってたこ焼きをおごったんですよ。
で3時間4時間5時間ってずっと慰め続けて、次の日ぐらいに復活しましたでって、なんやねんみたいなそういうのずっと繰り返してるんですよ彼は。アフィリエイト事業はもう PA で読みづらすぎますね、本当にそういう意味で言うと。こうなので、僕も1社目広告運用の会社だったんで、その時は同期で飯食ってる時、僕はメディアの方だったんですけど、今のパートナーをやってる前田が飯食ってる時に突然顔が青ざめて、やべえと、上限設定するの忘れてたって、クライアントの予算が1日1万の円5万ぐらいいっちゃってる、やべえみたいな感じになってって、そのままオフィスに戻ってるとか見ると、あ、広告運用は常に戦いなんだなと。人様のお金を預かって、はい、動画編集って意外痛いことあるんですか？意外痛いことはあんまないですね、うん、クライアントとの期待値って意味では。菊池さん今でも動画編集現役でやられてますよね。はい。どうですか意外痛いとき。納期のプレッシャー。納期ね。ここはだからエンジニアと近いんじゃない？フリーランスで稼ごうと思ったら1ヶ月で何本15本20本とか、うん、納期する必要があるので、それが重なっていくと結構胃がキリキリしてくることもありますね。エンジニア胃が痛いのはどういうときですか？あんまり経験することないと思うんですけど、うん、お客様のサイトぶっ壊したときとか。僕は経験ないですけど、うん、そういう事例とか個人情報流出しちゃったってやったら、まあ、ね、それは祝いたいだろうな。いろんなその事業をクライアントワークで見てるときに、エンジニアの納期だったりとか設計のエラーって、お金だけじゃなくて時間もリカバリーめっちゃ大変みたいな、あるじゃないですか。それこそアプリとかを作ってちょっとイメージと違えんだけどみたいになったときに、設計からまた審査だなんだとかってすげえリカバリーになんか何ヶ月もかかるみたいな。広告とか SEO ってお金は失うけど後から変えられる。プログラミングとか動画って納品したもの後から変えづらかったりすると、ここの責任感的なところで言うと、もちろん広告 SEO もあるんだけど、結構言い訳ってするのかなと。そうですね、ちょっと辛い自慢になってきちゃったデメリットで言うと、動画編集はあんまりやってて面白くはないです。クリエイティブじゃないというか、動画ってある種クリエイティブに見えるんですけど、実際は単純作業でひたすらカットしたりとか、動画で喋ってる言葉ひたすら文字起こししたりとかっていう時間が長いんで、他に比べるとちょっと面白い労働時間ではないっていうのはあります。でも他面白いんですか？面白いです。面白い、はい、ああそうですか、はい、ちょっと反応してエンジニアもそうですけど、職人気質だから結構いらっしゃってて、うん、作業好きな人にとっては動画編集はめちゃめちゃ面白い。うんうんうん、僕は全体的に動画編集だけずば抜けて面白くないとはやっぱ思わないというか、広告運用でずっと管理画面の数字のあれだし、 SEO も、まあ、僕からしたら何がおもろいのか分かんないですから、それは一緒じゃないですかね。意外変えると結構作業なんで、のみを使ってああだこうだ、あこうしようかな、あしようかなって人にとっては相対的には面白みみたいなのは少ないかもしれないですね。あと聞きたいのは、ちょっとディベートじゃなくなっちゃうかもしれないですけど、どういう空気感の人が多いか。2人は特にサイバーなので、ある種キラキラな界隈じゃないですか。でもなんかそれはイメージで、実際業界どういう感じなんですか？要は自分の生まれ育ったキャラクターだったり性格と全然違う業界行ったら多分困ると思うんですよ。職種によって違うかなと思ってまして、うん、営業って言われるような人たちは、うん、ザ・サイバーみたいな、テキーラ飲んでみたいな。隣の方ですか？運用側で言うと、はい、職人気質な、愚直に仕事こなしたりする人みたいな人は結構多かったりはするんで、うんうん、フロントとオペレーションと全く分かれる。全然そうですね。僕の一社目もそうでしたね。派手な人か作業が好きなタイプ、うん、ウェイみたいな雰囲気の会社っていうのは結構少ないと思ってて、結局はそのオペレーションでいかに効果出すのかっていうのが一番重要なんで、それさえあれば営業なんて別に取れるんです。なのでそのオペレーション極めるっていう風になると、職人気質な人が多くなるんで、いわゆるなんかこう広告代理店のイメージとはまたちょっと違うような雰囲気が多いと思います。それこそ電波とかがテレビ CM 使って芸能人がどうたらとかでウェイみたいなのは、仕事内容がウェイだからそれはウェイで分かるんですけど、あれはもう枠売りなんですよね。オペレーションでどういう風にしたら効果を改善するかっていうのに四六時中向き合うっていうよりは、電波っていうのが枠を買い切ってそれを売るビジネスなので、いわゆるこう職人気質とはまたちょっと違う。彼らもそのクリエイターは職人気質なんですよ。 CM 作ってるコピーライターとか、それが僕らのデジタルマーケティングの運用者と近いようなイメージ。そっちの人数の比率が多いので、世間が想像するようなウェイみたいな広告代理というよりは、黙な職人気質の人が多いっていうのが実情だと思います。インターネット広告の運用でウェイになる要素ないですもんね。ないです、はい、CM 作るならウェイな感じの現場ですけど、現場って別にないですからね。なぜウェイになるのかが不思議ですよね、逆に言うと。そうですもう数字に向き合える人がやっぱり向いてます、うん、なるほど。どうですか動画は。動画は若い男でひたすら歯食いしばれるやつみたいな人が多いですねさっきも言った通り、やっぱ納期に追われたりとか、もう今すぐこれ対応しなきゃとか、結構労働時間も長かったりとかするんで、うん、ひたすらひたすらパソコンに歯食いしばりながらやってるみたいなイメージですね。だからこうあんまウェイウェイっていうよりかは、繰り返しですけど歯食いしばるイメージですなよなよもしてないし、ウェイウェイも
もしてなくて歯を食いしばれるやつって感じですね。そこはどうですか。もちろんみんな歯食いしばってるとは思うんだけど、マーケティング要素をちょっと求められるから歯を食いしばる一点突破型ではない気がする。ではないです、はい、ではないです。とにかくこなすというよりはやっぱりどうすればいいかって考える時間とかも結構必要なので、ね、食いしばってひたすらこなすではないと思います。 AB テストももちろんあると思うんですけど、比較的人の気持ちが分かんないと効果出ないっていう風な感じですよね。そうですね、はい、だから人の気持ちが分かる力が高い人ほどウェイ寄りになりがちみたいなところがあるから、ちょっとマーケティング要素が多少絡んでくるっていうところはやっぱ大きいですね。そうですね、はい、で SEO どうですか、キャラクター的に。イメージされるところと多分すごい近しいかなと思うんですけども、うん、結構真面目で静かでコツコツみたいな人が多いですね。この2人に関しては僕の知っている SEO の会話の中ではトップクラスにコミュ力高い2人だというので、ここ2人が SEO 業界って出てると実態は違いますよね皆さん。そう思いません。僕の知ってるアフィリエーターとかってもうやべえやつしかいないから。アフィリエーターと SEO の会社で働いてる人って全然雰囲気違ったりしますね。まあ、確かにビル・ゲイトとかイケイケだもんね。そうそう、うん、SP とか景気じゃないと結構厳しいっていうところもありまして、 SEO って成果出るまで時間かかるんですよ。なんでお客さん契約した時はめっちゃやる気あるんですけど、途中でやる気落ちちゃうんですね。っていうところでちゃんとお客さんの気持ちを盛り上げつつ、うん、協力してもらって一緒にやっていきましょうって形じゃないと成果出せないですね、うん、もうお宅でこうカチカチやってる感じだとお客さんも咲き込んじゃうみたいなのはあります、ね、広告と SEO は効果出てないお客さんの対応力みたいなのを磨かざるを得ないから、ちょっとイケイケになりがちなのかもね。そうですね。いや全然いけます、頑張っていきましょうみたいなっていうことですよね。フロント対応する人はコミュ力もある人が多いと思うんですけども、うんうん、数値の解析をしっかりしたりとか、うん、仮説検証して PDCA を回したりとかオペレーションを作っていくような人っていうのもすごい大事な役割なんですね、うん、SEO で。そういう人はやっぱり真面目でコツコツで静かな人が多いみたいな感じです。なるほどね。そこは広告と似てると。似てると思います本当に。エンジニアどうですか。正直めちゃくちゃいろんな人いるんですけど、分けるとフロントエンドエンジニアっていうのとバックエンドエンジニア大体分かれるんですよ、はい、ホームページ作ったりとか LP 作る方がまあフロントエンドエンジニア、うん、バックエンドエンジニアの方はシステム組んだりとかシステムの保守運用したりする感じなんですけど、うん、そっちの方に関しては真面目でコツコツというか、かつ論理的で冷静みたいな人が多いですね、うんうん、フロントエンドエンジニアの方たちに関してはウェイ系も結構そうなんだ、まあ、正直こっちにもいますよ、いるんですよホームページの表か裏かで、はい、だから表の方があれでもデザインを作るわけじゃないでしょ。デザイン作んないです。それこそ根性というか歯食いしばる瞬間っていうのはやっぱ、うん、フロントエンドの方があるあるんですよね。どっちも食いしばりますよ、前提として食いしばるんですけど論理的な感じですね、うん、冷静にならないといけないので、はい、こっちは本当にどうにか終わらせようで終わるんですよね。こっちは論理的に解決しないと終わらないので、クライアントさんのフィードバックを直に受けやすいのはフロントだもんね。そうですね。クライアント対応がちょっと多めになるっていうのも含めてウェイ系になっていくんだ、エンジニアの中でも。すごい雑に言うとそうなのかもしれないです。それがカラーだと。そうですね。加藤くんもさ、エンジニア歴ずっとやってるわけじゃない。学生時代からずっとやってエンジニア一本でやってきたわけじゃない。今日初めての人もいるかもしれないですけど、この通り結構喋りはしっかりできるタイプなわけですよ。だけど友達が全然いないんだよ。関係ないです。あれこの話関係ないですよ。これ趣味なんだっけ。趣味。趣味映画鑑賞で。一人で映画を見ることね。まあそうですね。友達いないですね。何の時間ですかこれ。これ何の時間ですか。めちゃくちゃ賢くて、はい、飲んでると頭の回転早くてついていくのが必死で終わった後ぐったりするんですよ僕。加藤と飲むと。そんぐらいやっぱエンジニアのロジックがねすごい普段から。だからサイバーのウェイとフロントエンジニアのウェイは同じウェイでも差があると。うん、ということで今の話を聞いた上でどのスキルを得たいのかっていうところを概要欄から選んでみて、実際に無料説明会とかやってますので受けてみてください。ということでディベート対決でした。ありがとうございました。